後期は、鉄道線路のレール間隔を表す機関が、標準機の 1435mm を超えるものを、指す。機関は、広ければ広いほど安定性が高くなり横風に、対する安全性は増す。ただし、曲線での左右の車輪の回転数の差は、機関が広いほど大きいため、最小半径は大きくしなければならない。 左右の車輪を独立して回転できるようにすることで、この問題を克服したタルゴのような例もある。速度の向上との関連性については、蒸気機関車の場合、動輪直径を大きくできるため機関は、広い方が有利であるが、電気機関車などの近代的動力車であれば、多少の機関の違いはそれほど大きなハンデにはならないとされる。 その例として、スペインの鉄道では、営業最高速度が、時速2 2 0トルの在来線が後期で、あるのに対し、時速3 5 0トルでの営業運転を、計画しているアベニューは、フランス国鉄への直通運転を考慮したこともあるが、標準機で建設されている。各国の機関緑色が、後期イギリスでは、 グレートウェスタン鉄道が1838年以来2 1 4 0 m m の後期の先駆けであり、1890年代までこの期間を維持していた。今日でも多くの国が後期鉄道を保有している。旧ソビエト連邦諸国旧ソビエト連邦ではない国他インドでは 1800mm 以上の後期を主張する技術者と標準期を主張するインド政府側で、 意見の対立があり、妥協案として 1676mm となったという。グレートウェスタン鉄道では、イザムバードキングダムブルネルの考案した 2140mm ゲージにより、車両の安定性を増し、高速化できることを期待したが、同社は初期の機関車の設計に問題があり、後期の利点を幾分損なうこととなった。また、喧嘩装置の発展が早く進み、 どの道10年か20年のうちに、標準機での速度が後期での速度に追いつくことになった。1600mm と 1676mm 機関においては、幅の広い分だけ蒸気機関のシリンダを大きくでき、出力を増やすことができたが、標準機でもシリンダを外側に配置することでこの問題を解決することができた。アメリカのピッツバーグやフィラデルフィアの路面電車、 地下鉄の機関は、アメリカ国内で機関の統一がなされていなかった19世紀中頃に建設された馬車鉄道の機関に由来する。その後19世紀終わりまでに、幹線鉄道の機関は標準機へ統一されたが、市外鉄道の場合、市外の平洋軌道上への貨物列車の侵入を阻止したいという首都局の思惑から、 標準機と異なる軌道幅が支持され、20世紀初頭建設の路面電車を含め5フィート前後の様々な機関が採用される結果となった。ナチスドイツではブライトシュプールバーンと呼ばれる機関3000ミリメートルの巨大列車計画があった。日本では地方鉄道法により、私鉄も旧国鉄線の1067ミ、mm、リメートルの強気を 超える期間の付設が制限されたため、狂気が日本の標準期間になっていた。このため 1067mm を超える期間をすべて、後期と呼ぶのが一般的だった時期がある。このため、現在でも過去と同様 2435mm 期間を後期と表現する場合もあり、近畿日本鉄道ではそれを公式の故障としている。混同を防ぐために、 1067mm は国鉄標準機 1435mm は国際標準機という表現も用いられていた JR カゴは国際的な後期との混同を防ぐため公式文書で 1435mm 期間を標準機と記述するのが基本になり後期とは表現しなくなった日本国内に国際的な後期営業用路線は2017年 現在、存在しない。工場構内鉄道として、製鉄所で工機を採用したケースがある。1676mm 機間が、JFE スチール東日本製鉄所、京浜地区に用いられているほか、1435mm 機間も、各地の製鉄所で用いられている。製鉄所構内で、工機や標準機を採用した理由は、 航路で製造された先鉄の輸送は、成功工場までの閉じた輸送なことと、製鉄所が立地する、埋め立て地の軟弱地盤で、重量物を安定輸送する設計が容易なことによる。特殊鉄道や、非指定鉄道では、後期を導入しているケースがある。ゴムタイ予式地下鉄では、広島高速交通が1700ミ、mm、リメートル、札幌市営地下鉄が、走行林間隔で、 南北線が 2230mm、東西線、東方線が 2150mm である。宮ヶ瀬ダムインクラインは 1600mm、野辺山宇宙電波観測所のパラボラアンテナ運搬軌道は 4000mm である。ありがとうございます。